はい、ヒデピーと今日は、和歌山県の日本最古の温泉と言われている場所なんですけども、あのね、温泉卵がね作れる場所があって、それをちょっとね見に行ってみて、ちょっと卵とかもし買えたらね、そういうのやってみたいなと思います。うん、それではレッツゴー。ほんとこれちょっと動画では伝わらへんけど、温泉の匂いがねすごい立ち込めてますね。素敵やな、あ、ここあれじゃん、温泉のあれのとこじゃん。ちょっと行ってみましょうか。卵を入れるの。すごい卵が入ってる。温泉卵どれぐらいでできるんやろな。卵専用ボス。めっちゃゆで卵の匂い。本当。入れる？卵販売してますよ、あそこで。卵、酒、タバコ。あ、これだ。うんうん。固めは15分でできるんだ。で、ここで買いましょう。はい、ということでですね、卵、酒、タバコのところで卵、はい、温泉卵を作る卵を買いましたんで、今からね漬けに行きたいと思います。レッツゴー。ちょっとこれ持って、はい、僕らの卵が分かるようにキリピーシールをここに貼りたいと思います。じゃあ、むいちゃんにかけてもらおうかな。ゆっくり。ここに多分火かけるんやと思う。わらんように。さっきつけてから。つけますよ。つけてからそこに火かける。15分にしようかな。15分待ちたいと思います。それまでちょっと散歩して待とうかな。こちらがですね、最近、グランドオープンした新しいねお風呂場ですね。うん、昔はすごいボロボロだったんだけど、新しく綺麗になったそうです。あそこお参りできるか、ちょっとお参りさせてもらおうか。見て、壺湯があるよ。いや、これが噂の壺湯ですね。うん、熊野古道に続く道ですね。こんな民家のところを登っていくやな。すごいな。ということで15分経ちましたんで、行ってみたいと思います。こちらですね。うん、そうです。はい、撮ってください。あら、うわ、お食べてみよっか。うん、すごい量だ。
あ、なるほど、くるくる巻いて飛べるんだ。あ、勉強になる。あ、なるほど。でもすごい紐が長くていいですね。すごい。すごい、その卵の量がすごい。すごい。何個？片目が15分。半玉、柔らかいのが11分。すごい、大量ですね。これは何かお店をしてる方ですか？これはお店をされてるんですか？あ、なるほど、値打ち高いですね。まあ確かに値打ち高い。へえ、すごい。できました。まだ暑い？あ、まあ普通ぐらいじゃない？はい。水ってどこの？え、水がいるんですね。水につけるんや、うん、優しい。そうなんや。あ、皮が取れん。親切な奥さんが水の桶を貸してくれました。つけた方がいいんやね。確かに、ゆで卵離したらいいやん。確かに水につけるもんな。あ、その水なんこれ。なるほど、優しい。これで冷ますんやな。今雨あったから。あ、じゃあここ普段は抜くん？うん、そうなんや。うん、私この足湯もちょっと計算に入ってたんやけど。計算残念やが。雨降ったもんね、昨日。そうそう、うん、あ、この足湯もね、気持ちいいんやね。え、下から湧いてるんですか？いや、ここの、うん、すごいから。あ、流れてきたお湯。源泉があるよ。あ、なるほど、なるほど。卵屋さんの奥さんにもらった、はい、この柄入れ。塩も売ってました。仕入れ上がった。これ食べたいと思います。相当じゃあ、あの中抜くんやな。うん、いや、こんな15分で。 あ、卵をパッと揚げた時に、うん、すごい熱々ですね。いただきたいと思います。うん、おいしい。すごい綺麗な茹で加減、うん、あのやっぱりあの横に寄ってるような、こう、うん、手前に倒れとったから、うん、黄身が移動してますね。でもなんか透き通ってますね、うん、美味しい。はい、いかがだったでしょうか、うん、僕たちのね、温泉卵の旅。はい、ここまで見てくださった皆さん、ありがとうございました。ですね、十津川村の旅をお届けしたいと思います。お楽しみに。